続いては9号車カースポット前橋吉岡のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーピンクの佐藤さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今週はどんな車をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今週はレガシーアウトバックのベースグレード、こちらをご紹介いたします。では早速評価書をご覧ください。内装が星2つ半、外装も星2つ半、評価点 4.5 点のお車です。それではじっくりと見ていきましょう。さあ今回ご紹介いただくのはレガシーアウトバックということですけれども、佐藤さん、はい、非常にこのアウトバック綺麗なお車ですよね。はい、これ元は車用車とかだったお車ですか。いえ、こちらはもともとレンタカーとして使用していたお車です。おお、なるほど、はい、ですので、同じ年式でも他の車用車と違ってお値段はリーズナブルになっておりますので、うん、皆さんぜひご注目ください。リーズナブルというところは非常に嬉しいところですよね。はい、そしてアウトバックといえば佐藤さん、はい、まあ、スバルの SUV として代表的なお車ですよね。はい、改めてこのアウトバックの魅力を教えてください。はい、こちらのアウトバックは現行のモデルとなります。特に後期型になりますと細かな装備面で改良が加えられておりますので、おすすめポイントもたくさんあるのですが、やはり私個人的に一番の魅力と思いますのが走破性だと思います。おお、走破性ですか。はい、やはりあのスバルの一番のこだわりは、まあ、走りと安全性ですよね。はい、ではこのアウトバックどういった使い方で重宝するんでしょうか。はい、こちらのアウトバックは最低地上高が20センチありまして、フォレスターの次に車高の高いお車です。うん、普通の乗用車では入っていけないところや悪路の道でも安全かつ力強い走りをしてくれます。そうですよね、やっぱり SUV の魅力はそういったところにあるんじゃないかなって思いますね。はい、またそういった悪路でさらに力を発揮するのが X モードです。うん、これはタイヤが空転してしまうような状況でもスイッチ一つでコンピューターが細かな制御を行い、スタックせずにスムーズに脱出できるというものです。うん、この機能がついたことにより今までアクティブにお使いいただいた方でもさらにもう一歩二歩先の目的地まで足を運ぶことができます。なるほど、例えばですよ佐藤さん、はい、まあ、私あの釣りやるんですけれども、はい、これまでは河原の手前までしか行けなかったのがこの X モードを使って、まあ、もっと釣り場の近くに行く、まあ、そういった使い方もできるかもしれないですね。そうですね、もっと本格的な釣り、うん、そういったのもお楽しみいただけると思います。もう一歩踏み込んでまた違った世界が見られるかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。うん、また下り坂等で急なスピードが出てしまうことがありますよね。うん、そのような場面にはヒルディセントコントロールが作動いたします。はい、ブレーキ操作を気にすることなく一定の徐行スピードで下ることができます。うん、これは砂利道や雪道でタイヤが滑りやすい状況下でとても便利な機能です。あー、なるほど、確かにすごい便利な機能ですよね。はい、運転の苦手な方にはとてもありがたい機能ですよね。はい、車に任せきりというのは良くないですが、いざという時に車の方が助けてくれます。うん、オーナー様にとっては信頼できる相棒のような存在になってくれると思いますよ。いや、非常にこれはありがたい装備ですね。はい、また悪路走破性能だけではなくてこういった車高の高い SUV のアウトバックですが、高速安定性もとても定評がございます。うん、エンジンは皆様もご存知の通り低重心のボクサーエンジン、左右対称の新メタリカル AWD、 この両者が相まって車高の高いアウトバックでも横風の影響を受けにくく、またハンドリングも応答性もとてもいいのでキビキビとした走りを実現してくれます。うん、高速安定性に優れているということはですよ佐藤さん、はい、まあ、高速道路を使って、はい、遠くへお出かけしたいという時に、まあ、ドライバーの方にとっては非常に走りも楽しめるということですよね。はい、関さんのおっしゃる通りです。あとこちらのアウトバックはアイサイトバージョン3もついていて安全性もとても高いお車です。うん、ですので例えば奥様や運転の苦手な方に代行してもらったとしても安心して任せられると思います。なるほど、はい、ではそろそろ車内も気になるところなんで拝見してよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、では失礼します。ではアウトバックの車内に乗り込みました。まず乗り込んでみて感じるのはこの車内の広さですよね。はい、非常に座り心地、まあ、シートもですけれどもこちらすごくゆったりとしていますね。ありがとうございます。こちらの現行モデルは以前のモデルより長さ幅ともに少し大きくなっております。その分車内の広さはゆったりとおくつろぎいただけます。うん、
確かに大きくは感じるんですよね、はい、例えば以前お乗りいただいてた車が少しこれよりも小さいモデルだった場合、まあ、少し乗り込んだ時に、まあ、視界なども含めて少し、はい、まあ、ご不安という方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、こちらよく見てみますとフロントガラス中心に、まあ、視界も広いですし、はい、車高も高いので非常に見やすいですよね。そうですね、ボンネットもしっかり運転席から見える低い位置になっております、うん、ですので360度視界の方は非常に良好となっております、うん、本当に不安を打ち消してくれるそんな座席ですよね。はい、その通りですね、うん、また後席にもご注目いただきたいのですが、こちらもとっても広いスペースを確保しております、うん、リクライニング機能、こちら後席にもついております、うん、またエアコンの吹き出し口、 USB の電源ソケットもついております。こういった装備がついているのはスバルではアウトバックのみとなります、うん、前だけじゃなく、まあ、後ろに乗り込む方にとっても非常に快適な空間をご提供いただけるというわけなんですね。そうですね、皆さんがゆったりとおくつろぎいただけます、うん、いや、この車に乗ってまさに遠くへ出かけたくなる、そんな一台ですよね、はい、そうですね。では佐藤さん、あと連想品についてもお伺いしたいんですが、はい、中央にある少し画面大きめのナビがありますが、はい、こちらはどんなナビでしょうか。はい、こちらはカロッツェリアのラクナビ、こちらはついております、うん、でインチは8インチ、うん、大画面ですので非常に見やすいです、うん、まあ、ナビの見やすさというのは安全性にもつながってきますからね。はい、そうですね、うん、アウトドアも街乗りも楽しめるレガシーアウトバック、ぜひ一度お店でご覧ください。では佐藤さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。はい、平成31年式で走行距離はおよそ13,000キロ、令和3年3月まで車検のついたお車です。では注目のお値段もお願いします。はい、消費税込み280万5,000円です。なお諸費用およびリサイクル料金は別途申し受けます。9号車カースポット前橋吉岡のおすすめ車、31年式レガシーアウトバック AWD-CVT、 お値段は280万5,000円です。さあ佐藤さん、はい、今回は後期型のレガシーアウトバックをご紹介いただきましたが、はい、このお車に何か今週もですねおまけをつけていただけませんでしょうか。はい、かしこまりました。今日明日ご制約のお客様に限りまして、ボディにガードコスメを施工して納めさせていただきます。ありがとうございます。今日明日ご制約いただいた方にはガードコスメを施工して納めさせていただきます。詳しくは電話番号 0279-556978 カースポット前橋吉岡までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いします。では佐藤さん、はい、この後は気になる車もありますので、また車を見させていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。それでは行ってきます。